聖オーガスティン教会聖オーガスティン教会はマカオにある教会。1586年にスペインよりやってきたオーガスティン派衆同士によって作られた修道院が元になっている。後にポルトガル人に引き渡し現在の場所に移転された。1874年の改修により現在の姿となった。何度か改修を重ねているが、 資金難のために藁を使用したところ竜の髭のように見えたことから竜の髭寺院と呼ばれたこともあった。別の話では大雨の時に死災がヤシの葉を使って屋根を補強していたところ、それが竜の髭に見えたのだとも言われている。バロック建築の建物はマカオの他の境界群と比べてカビではなくとても質素である。内部にはカリスの聖母を祀っている。 この教会の主たるイベントは、パッソス生体行列というマカオでも、最も有名なキリスト教行事である。四純節の最初の日曜日に行われ、教会のキリスト像を信者たちが担いで王道まで運び、翌日に戻ってくる。これは、別の教会に移された、このキリスト像がいつの間にか戻ってきていたという、逸話に基づいている。 復活祭は3月22日から4月25日の日曜日のいずれかになるため、四順節は2月4日から3月10日の間に始まる。開催日が一定ではないため、見に行く際は予定を確認するべきである。所在地、ナンバー23とアゴスチーニをスクエア開館時間、10時18時。ありがとうございます。